回到就 Xenix 未来原神的游戏视频，现在呢是 3.7 版本的尾声，我们应该是所有的活动任务应该是都已经录完了，现在呢趁着下一个版本开启之前，是好像是莱伊拉这边的这个邀约是上一个版本的，然后这个版本应该是新加了卡维的，总之呢这两个人的邀约是录一录。星本无言，昏昏沉沉星星，あなただったんだ。また会ったね。这个这是新改的吗？为什么还在变？ごめん。今はおしゃべりしてる暇がないの。本当は知恵の伝道で資料を調べようと思ってたけど、読めば読むほど。自分の論文には不足しているところが多いって気づいちゃった。哦，就等于是有一个不同的机制。这个不是来电，是要让他的这个数值是越低越好。そこを書き終えてなきゃいけない時間なのに。まだ3分の1しか書けてない。遅すぎるよ。今は、調べ物には変わりないよ。諦めるわけにはいかないでしょ。私って、研究の才能がないのかも。最初から教練員に来るべきじゃなかったんだ。指導教員にも、同級生にも迷惑をかけちゃって、早めに先生に打ち明けて、他の同級生に力を入れてもらうよう説得しようかな。うん、やっぱりなし。そんな度胸ないし、何より悔しいもの。実を言うと、ここ数日一睡もしてないの。論文がめちゃくちゃなままだって思うと、いても立ってもいられなくて。辗转反侧泽。眠くて集中できないし、かといって真面目に研究したり考え事もできない。まさに悪循環だよ。周りの同級生を見ると、みんな天才ばっかりで、学習も理解も早いんだ。私にはそんな才能ないの。助けてくれる人がいなかったら、もうとっくに退学を命じられてたよ。这个我很好奇。それは、なんだろう。ヒゲが生えたキノコ？そんなの存在しないよ。もし本当にいるなら、揉んでみたいけど。ちょっとおかしな話かもしれないけど、それが何者なのかわからないの。人間かどうかすら、私には確信がないんだ。他说的是他梦游时候的自己吗？いつも寝不足だから、緊張しすぎるといきなりめまいがして。そのまま気を失っちゃうこともあって。うん。でも気がついたら、悩んでたことが全部解決されてるんだ。应该没有错。宿題も時間通りに完成してるし、論文も綺麗にまとめられてて、ミス一つないの。それに、お花の水やりとか、洗濯もしてくれて。壊れた写真機まで直してくれたり、
我想调调视角，刚才这个光线怎么这么奇怪？どういうことかわからないけど、一応この現象を星空の祝福って呼んでるんだ。お星様が研究を頑張ったご褒美にやってくれたのかも。なんて。そんなわけないよね。はあ。でもずっとこの不思議な現象に頼るなら、私が教練院で勉強する必要がなくなっちゃう。一歩一歩着実に成長していかなくちゃ。そうやって初めてお父さんお母さん親友たちの期待に応えられるの。いけない、おしゃべりしてる暇なんてないのに。はあ、論文が進まない。このままだと知恵の洗礼の力に頼るしかないよ。それは物事には優先順位があるし、塩水は金貨を救わずって言うでしょ。ごめん、言い訳だよね。でも知恵の洗礼はとてもすごいの。知らないことなんてなくて何でも教えてくれる。助けが必要な時は質問を書き留めれば、しばらくすると返信が返ってくるんだ。这个东西是一个须弥特产的一个仙灵吗？うん。誰もその正体はわからない。知恵の洗礼というのは、あくまで伝説の中の名前なの。返答が来るかどうかは、完全にそれの気分次第。たまに答えになってないものが返ってきたり、いたずらしたりもする。もしそれが学者なら、そんなことはしないよね。でも、今は助けてくれることを願うしか。あれは今回も来てくれるっていう保証はないから、希望を全部託すなんて、とてもできないよ。他の伝説を試してみるのは、何もしないよりマシでしょ。我有点对这个仙灵感兴趣。あなたも来てくれるの？時間は大丈夫？ごめんなさい。あなたって優しいね。それじゃあ行ってみようか。質問はもう用意してあるんだ。洗礼の力で無事に乗り越えられたらいいな。知恵の伝道に関する伝説はいろいろあるけど、知恵の洗礼は最近かなり人気なものの一つなんだ。歴史は長くないけど、現れてから一気に広まって洗礼の返信が来たという人が続出したの。きっと助けてくれるよ。知恵の伝道で変なことをしたら出ていくようにお願いされちゃうよ。なんなら追い出されちゃうかもしれないけど、誰かに聞いてみよう。もっと詳しい手がかりがあるといいんだけど。智慧仙灵这个拉巴哈是谁呀？就等于是找仙灵是这么一条线，然后这一边是另外一条线。すみません。知恵の洗礼について聞いたことはありますか？私に聞いて正解だ。この間その伝説を耳にして、ちょっと試してみたいと思ってな。星の明暗についての質問をしたんだ。そしたら2日後返答が来たんだよ。それも2ページ分な。
内容は詳細で正確。資料を調べる時間が省けたよ。这个仙灵不会也是他本人吧？本当ですか？ああ。だから数日前また質問を書いて持ってきたんだが、今日の今日までまだ返信は来ていない。就等于是他最早说是有几天没有睡觉了，然后这个巴哈拉的第一次问仙灵应该是在他上一次睡觉的期间，给我这么一个猜想。私が聞いたのとほぼ同じだね。もし質問に答えてくれなかったら、こっちは待ってる時間なんてないよ。とにかく、どんな風に質問すればいいんでしょうか。教えてもらえませんか。簡単さ。あっちの本棚から理論先生学か先生実例検索という本を探してみてくれ。あ、その場所は知ってます。うちの学院ではどっちもよく読まれてる実用書だから。感觉越来越像了。それだ。質問したいことを手紙に書いて宛名に知恵の洗礼と書けばいい。そして手紙を本に挟むんだ。数日して戻ってきて封筒に赤い印象が押されていたら、それが洗礼の返信ってわけだ。印象がなければ洗礼は答えたくないということだな。わかりました。ありがとうございます。じゃあ質問を書いてくるね。相手にしてくれるといいけど。这能上去吗？这是另外一边。やっと質問を本に挟んだよ。待ちましょう。洗礼に時間をあげないと。明日は時間通りに来るけど、用事があるなら付き合ってもらわなくてもいいよ。そう、ありがとう。本当にごめんね。じゃあ明日またここで会いましょう。いい結果が出るといいな。昨日の手紙を見てみるね。どうかうまくいきますように。うまくいきますように。あ、本当に封筒に赤い印象が押されてる。洗礼が答えてくれたんだ。やった、よかった。これで目の前の危機を乗り越えられる。洗礼には感謝してもしきれないよ。どれどれ。お手紙ありがとう。質問には回答したけど、君の動機が不純だから直接手紙には書いてない。他问的是什么东西？动机不纯。動機が不純？私が？なんで？論文は独立した思考によって完成されなければならない。だけど君は私の知識を利用して最も重要な部分を補おうとしてる。それは間違ってる。でも締め切りがもう迫ってきてるし、すでに完成している部分はなかなか価値がある。だから手を貸す。質問の答えをある場所に隠してる。残したヒントをもとに探して、それを考えて探す過程こそが知識を得るための代償だと思ってちょうだい。そんな、洗礼の言う通りだね。反論できないし、むしろちょっと後ろめたい気持ちになってる。
でも時間はもうないし、どうしよう、ああどうしよう。去找他藏起来的答案。親切な人だって分かってたけど、ここまで優しいなんて。論文が無事に終わったらきっとお返しするね。じゃあ残されたヒントをよく研究してみましょう。2ページ目に書いてあるみたい。一つ目のヒントは知恵の道に隠されている。そそっかしい幼子はようやく世界の広さを見て、驚きながらも恐怖を感じた。この文章だけ？写真やマークすらないなんて抽象的すぎるよ。知恵の道って何なの？幼子って誰？そうだね、自然な連想。じゃあ知恵の道は教霊院への道？待って、幼子、そして驚きと恐怖、なんだか分かったかも。かつて故郷を離れた時、数日かかってスメールシティにやってきたの。あの時は顔を上げて驚いた。只看到了那个圣书。スメールシティは写真で見たものより千倍も壮観で立派だったから。那指的是就是整个是须弥城，并不是那个树。そして次の瞬間、ある考えが不意に湧いてきたの。果たして私はここにふさわしいのかなって。恐怖、心配、どう形容してもいいんだけど、この一連のつながりが間違っていなければ、洗礼が行った場所は大体分かったよ。でもなんで私の考えをここまで知り尽くしているんだろう。一理あるね。私の出身や経験にはこれといって特筆すべきところはないから、誰しもみんな可能性はある。じゃあ行ってみましょう。等于这边是去找心里面的东西。这条路才是不去找心里面的东西。他是怎么来的须弥？这个须弥城这么过来的？这儿有一个门，这儿有一个门，反正其他的地方不算是门。この辺りのはずだね。当時はこの方角からスメールシティまで来たの。あれから随分経ったの。このところ家にも帰ってないし。いやいや、感傷に浸ってる場合じゃないよね。早く洗礼が残した手がかりを探さないと。確かにあの一言だけだとまだ足りないよね。仮に洗礼が私の経験と手がかりをわざと関連付けたというのなら、ちょっと思うところがあるの。うん、ちょっと恥ずかしいんだけど、あの時はこれからの生活に対する期待と心配で胸がいっぱいで、ついスメールシティに見入っちゃった。それで舞踊人にもパンサーの尻尾を踏んじゃったの。あの子はぐっすり眠ってたから気がつかなくて、踏まれて飛び上がったから私はびっくりして前へ逃げ出したの。結局
近くで寝てたのはあの一匹だけじゃなくて、足が遅い私は何度も噛まれそうになった。幸いエルマイト旅団の人が叫び声を聞いてパンサーを追い払ってくれたの。うん、それで落ち着いたらお母さんがくれたお守りがないことに気づいた。それはすごく大切にしてて、大事な出来事があるたびに身につけるようにしてたの。教令員の人が村で選抜試験を行った時もそうだった。お守りをカバンに入れたか何度も確認したんだ。その存在を感じているととても緊張がほぐれるな。スメールシティでも変わらず支えてくれると思ってたけど、結局入学手続きもしてないうちになくしちゃうなんて。うん、睡眠障害になったのはそれからで、毎日寝る時間がだんだん少なくなっていったの。其实在他说这句话之前，我就已经在猜想那个护身符会不会是一个，相当于是就是对他这个睡梦游症的类似于是一种封印，还是一种什么东西。等于是来须弥的第一天，那个护身符没了，他开始相当于是小时候的这个梦游症就又犯了。お守りをなくしたのは明らかに良くない兆しだったね。あ、ごめんね、また私だけ喋っちゃった。何の話だったっけ。あ、そうそう、洗礼の動機。つまり言いたかったのは、あの時パンサーに襲われた場所に行ってみましょうってこと。もし洗礼が過去を思い出させようとしてるなら、手がかりを特別な場所に置くのが一番合理的だと思うの。その手がかりまでパンサーに食べられてなければだけど。ごめん、そうだね、悪い癖だよ。行きましょう、進展があるといいな。这是一定要打的那种吗？やっぱりここだった。あからさまに置いてあるのは、洗礼の考えが私の推測とほぼ一致してる証拠だね。什么叫故意刺激你？それはどうなんだろう。どうしたらこんなに細かく知ることができるのかな。あんまり人に教えたことないんだけど、どこかに隠れてこっちを見てたりしないよね。うー、怖い。はあ、とにかく見つけたんだから早速確認しましょう。最初の失敗を忘れていないようだね。ほら、やっぱり何でも知ってるんだ。どういうことなのか全くわからない。伝説なんて言われるのも納得だよ。続きを読んでみましょう。二つ目の手がかりを空と水の間に置いた。答えは星々の中にあったようだが、最後にはどうでもいいところへと流された。予想通り、また私と関係があることだね。ここまでのルールに照らすと、今回のヒントの場所も私の経験と関係があるはずだよ。ルタワヒスト学院の多くの研究は星空と関係している。私も論文を書くときはよく野外で先生の資料を集めてた。そして、はぁ、簡単に言うと、また忘れられない大失敗があったんだ。仕方ないよ、この世には仕方なくやらなきゃいけないことがたくさんあるんだから。他这个
东西我在想最后就直接满了。行きましょう。こんな調子じゃ説得力がないかもしれないけど、外に出たらいつもより元気になった気がするよ。但是其实也感觉不出来有什么，就选项有特别什么重要的。之前的涨跟增的那个选项，我感觉上就是都是一个纯剧情的东西，不管怎么选，感觉也没有什么，没有什么区别。着いた。あそこだよ。入学して初めて野外観測をした場所なんだ。学院から設備を借りて、天気のいい日にここに来たの。準備は万端で、きっといいデータが取れると思ったんだけど、設備は重かったし、土が滑りやすくなってて、柔らかいところがあるのに気づかなかった。設備をセットしたら、急に地面がへこんで、設備がグラグラし始めたの。慌てて支えようとしたけど、結局もう一つの設備につまずいてドボンって水に落ちたんだ。私と設備、それにもろもろ。私ってドジだよね。気を使ってくれてありがとう。私が自分でそれを言ったらただの言い訳になっちゃうから。これも悪循環の一つだね。寝不足なほどミスをするし、そのミスで余計眠れなくなる。大した問題はなかったよ。ちょっと骨折しただけ。ビマリスタンでしばらく休んだな。でも壊れた設備を弁償するために随分かかっちゃって、眠れなくなった時はバイトをするようにして、ようやくモラを全部返済したんだ。バレた。仕方ないよ。学業と債務、二つのプレッシャーを背負ってて、それを家の人にも言えなかったんだから。私はみんなに期待されてる。いい学生なの。若くして教練員に合格して、すごく立派だって。他这边说是考上教政院，之前提到的其实有一句话我当时是有点在意，不过没有说。他说是什么教政院去到了他们村里还是哪儿，总之是就是并不是想上教政院的人是来考试，而是他们去了外边，有点不太清楚是莱拉他的出身是就是不在须弥，是一个很远的地方，还是说他的这个所谓的考试的一个机制是什么。考えたよ。いっそ勉強をやめて家でもじゃもじゃダジューの世話でもしようかなって。でもそれはちょっと恥ずかしくて。是这是什么东西，毛毛驼兽吗？回家要是有这个驼兽，感觉像是类似于是须弥的一个特产的动物。メンツがってことじゃなくて、ただ、自分にがっかりするというか、今まで歩んできた道は全部自分の選択なんだから、壁にぶつかったり転んだりしたけど、自分の力で歩いてきたの。勉強でも大きな問題はなかったし、借金も返済できた。ごめん、ちょっと大げさだったかな。誰かのお世話になってるかもわからないのに、自分の力だなんて。だから知られちゃダメなの。完全にスメールシティでの生活に慣れた暁には、立派な姿をお父さんとお母さんに見せるんだ。そんな日が、いつか来るといいけどね。よし、引き続き手がかりを探しましょう。この辺にあるはずだよ。水に流された先のどうでもいいところ。
でもいいところはこの辺りかな。ここだ、ここだよ。濡れてなくてよかった。文字がにじんじゃってたらどうしようかと思った。どうでもいいものは見つかった？見つけたよ、見つけたってば。そうじゃなきゃこれを読んでないでしょ。もう、三つ目の手がかりは十字のない十字路に置いた。左へ向かっても右へ向かってもいい。少なくとも後戻りは選択肢になってはならない。没有十字的路口，它是一个T 路口吗？还是这个选项里也没有说是前进？嗯，でも私にとっては逆にはっきりしてきたよ。メッセージを読む前からこのことじゃないかって予感がしてた。順番的にも悔しさの程度から言ってもこのことだって。我们这明明是不想让他增加压力，这个选项是什么？普通、嫌がらせってこんな手の込んだことをするの？よくわからないけど、とにかく案内するよ。話はそこについてからね。说这个什么渔村好像是什么一帮学者在这儿休养还是什么的地方。十字路と言ったら真っ先にここが思いついたよ。あの時は星象観測をしにここへ来たの。教令院の生活にも慣れてきたと思い込んでたし、来る途中も順調だった。でも機械をセットしてたら周りから変な声がして、見に行ったら悪い人が強盗を働いていたの。強盗団は人数が多くて強盗に遭った一家は無力だった。逃げるという選択肢は取れなさそうだし、モラを渡しても済まないかもしれなかった。何とも言えない。あの時はすでに神の目を持ってた。神の目を持つことができるのは理屈から言えばすごい人だからでしょ。宝刀団が相手でも私は追い払うことができたはずだった。でもあの時は元素力を使って戦うことに慣れてなくて、それに怖かった。力があったとして普通の人と大して違わないと思ってたの。それから逃げたの。道に沿ってひたすらスメールシティまで助けを呼ぶために。最終的に途中で会った冒険者たちを呼んでここに戻った。でもすごく時間がかかってしまったせいで、強盗団も強盗に会ってた一家もどこへ行ったかわからなくなってた。金品だけを奪われたのか、それとももっとひどい目に遭ったか。スメールシティに来てからたくさん失敗をしてきたけど、あの時だけはどうしても悔しくてその場に座り込んで泣いちゃった。手を出せばよかったって。もっと私が勇敢だったら結果は違ったのかなって。慰めてくれてありがとう。でもどうしてもそう考えずにはいられないの。洗礼が言ってたよね、後戻りは選択肢になってはならない。でもいざ難題に直面するといつも逃げ出したいって思っちゃうの。
そうだね。ますます引き下がるわけにはいかない。私は落ち着いてきたから、近くの手がかりを探してみましょう。多分この辺りだよ。近くを探してみましょう。就这个老是藏这种石头里，能换个地儿藏吗？やっぱりここだった。とっくに用意されてる。今度は何だろう。どんなことだったとしても覚悟はできてる。这个为什么让我想起了之前魔神任务种地的那个地儿？これは写真？うん。この家はリマラ村かな。ここに行けということなの？私が経験したこととこの場所の関係性がわからないよ。リマラ村には一回しか行ったことないし、特別なこともなかった。でも、とにかく行かないと。答えはわからないよね。ありがとう。大丈夫だよ。無理することについては経験豊富なの。度が過ぎないように注意するね。这样，这个地儿其实我才意识到，这是最早。森林书的那个触发地点吗？怎么感觉那个地图好像是有点像啊？等于是要去这边传一下。Yes。確かにここで間違いないみたい。周りは異常なし。出迎えとかがあるわけじゃないの？それとも戸を叩いてほしいのかな？他当时因为梦游可能做了些什么事他自己完全记不清了。もし勘違いだったらまずいよね。ありがとう。こんなんじゃダメだよね。立ち止まって考えるより、時には前へ進まないと。こんにちは。どなたかいませんか？はいはい、ただいま。おや、これはこれは、レイラじゃないか。今日は暇があって来てくれたのか？私のことを知ってるの？何かの冗談か。知らないわけがないだろう。こっちは友達か、それとも同級生？友達なの。私たちは論文のことで悩んでて、ちょうどここを通りかかって。私だってわからないよ。唐突すぎてどこから話せばいいのか。この人は、あの時、砲塔団に襲われていた人なの。一目で分かったよ。でも、私がしたことを彼は知らないはずだもの。私のことすら知らないかもしれない。あれは強盗事件より前のことだったし、あの時はただ通りかかっただけだよ。会ったことがあるとしても、強盗事件が起きた時は、私に気づいてなかったはずだけど。どうしたんだ？ごめんなさい。せっかく歓迎してくれてるけど、私どうやってあなたと知り合ったか覚えていないの。なんだ、さっきのは冗談じゃなかったんだな。じゃあ以前野外で俺たち一家が砲塔団の強盗に遭ったことは
覚えてるか？刚才莱拉说了那么多事儿，是不是这个人就完全没有听见吗？就在我们眼前。でもあの時は助けてあげられなかったはずじゃ。まさか。前に会った時に自分で教えてくれたんじゃないか。あの時は砲塔団に囲まれてどうしたらいいかわからなかった。そんな時、遠くから騒がしい声が聞こえてきたんだ。人群。砲塔団の連中は耳ざといからな。不利な状況と見たのか、すぐに逃げたんだよ。荷物も持って行かずにな。どういうことかわからなかったが、砲塔団が逃げたのは幸いだった。俺もすぐに嫁さんと子供を連れてあそこを離れたよ。なるほど。無事だったんだね。よかった。最初は冒険者たちが通りかかっただけかと思ってたが、その後お前がことの経緯を教えてくれたろ。お前が俺たちを見つけて助けを呼んでくれたと。本当に大したもんだ。冷静に考えて危ない状況でも取り乱したりしなかったんだからな。所以你是一个人跑去救援，为什么会被听成人群？这是个什么情况？神の目を持っているお前相手なら、砲塔団の連中もかなわなかったかもしれない。だがあんまり追い込んだら、俺と家族に矛先が向くってことも分かっていた。そんな、とんでもない。もっと早く手を出せばよかったって後悔してたの。ちなみに、前に私が来たというのはいつ？あんまり記憶がなくて。ちょっと前だったかな。そんなに経ってないと思うが、詳しくは覚えてない。どうした？まだ思い出せないのか？ごめんなさい。こんなに教えてもらったけど、まだ思い出せないの。多分精神的なストレスが大きすぎるせいかな。あの時は俺ん家で飯を食って子供とも遊んでたぜ。写真でも撮ってればよかったんだが。おっと、そうだ。あの時うちにカバンを忘れてったじゃないか。あれを見れば思い出すはずだ。ちょっと待っててくれ。持ってくるから。カバン？私そんなものを？これって、就是他那个最开始丢了那个护符吗？私がなくしたお母さんからもらったお守り。間違いない。お母さんの手作りだから、この世にたった一つしかないの。それに手紙も。これ私が出そうとしてたのかな。宛先は、收件人也是我。宛先はレイラ？いやいや、地下ってそんな習慣はないよ。ただ、わけがわからないけど、とりあえず読んでみましょう。こんにちは、レイラ。洗礼が残したヒントを頼りにここまで追ってくるなんて、お疲れ様。所以他这个来是两天前来的，还是特别早的时候就已经在当仙灵了？自制するのもいいけど、厳しくしすぎるのはかえって自分を傷つけるだけだよ。人は皆失敗を経験する。自制は失敗の苦しみをかみしめるためじゃなくて、次の成功のためにあるんだよ。この手紙を読んでるってことは、第一歩を踏み出したってこと。手紙の裏に、今回の論文の核心となる内容を書いといた。実は君がもう完成させてたんだけど、洗練されたまとめがないから、説得力がないように見えただけ。今回の旅が、君の人生に啓発をもたらさんことを。勇敢に前へ進み、期待に応えられるよう祈っている。之前的
就是对话都是以第一人称视角进行的，现在突然照到主角上，感觉这个转变有点太突然了。君を見守っている知恵の洗礼より、你是在哭吗？这是什么？失敗しちゃったのかと思った。頑張ったことが無意味だったかもって思っちゃった。いたずらじゃなかったんだね。わからない。多分意識を失ってる間に無憂状態でここに来たのかも。私が無憂してる時の噂を聞いたことがあるから、そう推測しただけだけど、果たして私が知恵の洗礼なのか、それとも無憂状態の私が洗礼に導かれたのか、それはわからないけど、会いたいって返信してみる。それで反応を見てみるよ。他怎么跟自己见面呢？今回は全てが分かったわけじゃないけど、もう十分だよ。あなたが励ましてくれなかったら、私一人だったら途中で教練員に逃げ帰っちゃってここまで来れなかったかも。諦めなければ必ず収穫はあるね。何があったのか知らないが、いいことだったんだよな。うん、とてもいいことだったし、すごく勉強になった。そんじゃせっかくだし、一緒に飯でもどうだ。もう用意はできてるぜ。え、それは。大丈夫だ、遠慮するなって。友達も一緒にな。悩み事があるなら飯の後にしとけ。リラックスして英気を養わないと次の挑戦には立ち向かえないぞ。そうだろ。うん、ありがとう。私元気を出すよ。结束了。这是吃的饭呀，还是在吃的是水果？都是代价与回报。看着怎么感觉有点不是，肯定不像吃的。我看着好像是什么游戏里边的附魔材料，就等于是这个是去这边还有路哦，这边还有分支，这是什么？这儿是这是被抢劫的那个地儿。十字路隊、あの時はでも機械を砲塔団は人数が多くて、なんとも神の目を持つ。でもあの時は、それから最終的でもすごく金品だけを奪われたの。スメールシティに手を出せばよかったって。这个我感觉没有区别啊。もっと慰めてくれてありがとう。洗礼が言ってたよね。就等于这是去找线索，这边是另外一个。でも論文はどうしよう。洗礼の答えはまだ見つかっていないのに。ごめん、迷惑かけたね。うん、実は体力はあまりなくて、今までずっと気を張ってたから体がだいぶ疲れてるみたい。本当にごめんね。吓我一跳，这边这个接新任务声音，我以为这条线直接结束了呢，就。
感觉进不了多少。ここにしましょう。もう歩けない。他为什么说是去休息一下？旁边明明有一个村庄，可以去落脚，然后结果跑到了一个更加荒郊野外的地方。ここで待ってるよ。どこにも行かないから、こんなことまでさせちゃって、本当にごめんなさい。私がもっと役に立てれば。ごめん、やっぱりダメだね。ずっと謝ってばかり。まずは気持ちを整理するよ。ずっと気が重くなるようなことばかり思い返してたから。精神状態が良くなくてもやるべきことは続けなきゃ。このまま落ち込んでても時間の無駄だよ。あ、後ろに気をつけて。魔物だよ。しかもたくさん。いつの間に集まってきたの？ううん、私も戦う。手伝いたいの。ただ見てるだけじゃなくて。安心して、自分のことはちゃんと守れるから。悔しい思いをしたことをまた繰り返したくないの。これは今日の旅で学んだ一番大事なことだよ。手を出すべき時に出して、全力を尽くすべき時に尽くす。運命はすれ違ってしまったらもう取り戻せないものだから。行きましょう、あいつらを倒しに。2万的血。果然是宗室套。星の五加護は。没打到。他这个盾好像不是打。かかれ。不是打到。浮球好像是爆掉的时候浮球。邪魔しないで。呼びかけに応える星だ。そうかん。捕まえた。風を知れ。うがい者禁止完成。やっぱり鍛えてないとダメだね。这个肢体动作跟前面这两个喘气儿完全是同步啊，对不上。ちょっと動いただけで息が切れるなんて。恥ずかしいな。こういう時つい、もちろん大丈夫って言っちゃうの。顔色が悪いのは寝不足のせいで、戦いが激しかったからじゃないって。でもあなたにはバレちゃうよね。確かに私は弱ってる。これはごまかせない。でも迷惑をかけずに済んで嬉しく思っているのだよね。褒められちゃった。毎日あるようなことじゃないよ。体は弱いけど根性だけはあるから、しばらく休めば大丈夫。回復するまでもうちょっとだけ付き合ってくれない？ちょっとでいいな。結束了。刚才我余光瞟了眼，好像是三星的那个精，不是精神，是什么东西？神经不对，压力值。
就等于是这边找线索。这个我记得好像是最后吃饭，好像是压力就是全没了。这边好像是稍微的一般，就是效果没有完全好，但是至少也是比没有帮他要好。可以等于是这么一条线。这边的话，说实话有点太久远了。这边有什么？这么看一下吗？收到了回复。就等于这边是沿着他的这个仙灵的线索去找。这个我猜是不沿着线索。情報提供者から知らせがあったわ。书架好吧。我有点好奇，我从这个传送会是。这个距离看着近，但我印象我每次从这儿传都是找不到地点。这是什么地儿啊？感觉每次这边传出来都是不对，只能是从，就是我指认是从这边这个交流院正门进去的路。好吧，看一下这期时间，我觉得也差不多，我估计可能直接解一下。下期的话呢，把另外一条线给做了，但是好像看这边来拉的这个结局还蛮多的，我猜可能是这边两个，这边我不太清楚，这边应该是一个完全一个大的线，总之是还很多。具体东西呢，是由于时间关系，这期就解一下，下期的话把至少把这边的这个线的所有结局都给打出来，大概是这么一个计划。这期就到这儿了，也是相当习惯，我们下期见。